海外サイトにてまとめられていた海外人が選んだ男なら一度は乗ってみたい車10台だそうだ。最近の日本の若者はあまり車に興味がないと聞くが、スーパーカーはやはり男なら憧れちゃうものなのだろう。くれるというならもらっちゃうのだろう。ということで、どんな車が選ばれていたのかちょっくらちょいと見ていくことにしよう。贅沢な車が欲しいのなら、ここにそれがある。ヒーターが内蔵されたレザーシート、駐車をアシストしてくれるタッチスクリーンインジケーター、夜間に便利な自動現行ミラー、ターボジャージャー付きエンジン、8速スマートトランスミッションなど、至れり尽くせりのおもてなしだ。また、最高速度 240km 毎時、0から100km 毎時加速 7.1 秒とパフォーマンスも素晴らしい。価格は829万円だ。まだ正式には発売されていない。しかし、新型 NSX の登場を待ち焦がれるファンは多い。噂によれば2016年春に1800万円で発売を予定しているという。旧型はホンダお得意の V6 ゴテクエンジンが先列だったが、新型のエンジンはさらに素晴らしいはずだ。旧型 NSX の生産が終了したのは2005年のこと。しばらく空白期間が続いたが、ついに新しい NSX がデビューする時が来た。ホンダファンは待ち遠しくて仕方がないだろう。そのエクステリアもさることながら、このマシンで最も印象的なのはエンジンだろう。6.2 リッター V8 LT1 は、アクティブフューエルマネージメント、可変バルブタイミング、自家噴という3つの革新が搭載された小型ブロックエンジンだ。これに6速 AT か7速 NT のトランスミッションが加わる。だが、全世代と比較して残念なこともある。ラゲッジスペースがかなり小さくなったのだ。とはいえ、実際にこれを借り出してしまえば、そのようなことはすぐに忘れてしまうはずだ。わずか 1.5 トンのボディに 6.5 リッター V12 という強烈なエンジンを搭載する。0から 100km 毎時加速は 2.9 秒以下、最高速度は 350km 以上と、まさにファイティングブルにふさわしいパフォーマンスだ。値段も LP700-4 なら4660万とそれなりだ。少量生産であるため、手に入れるためにはしばらく待つ必要があるが、それだけの価値があるはずだ。430の後継車であるが、その内容は大幅に改善されている。強靭な 4.5 リッター V8 エンジンによって0から 100km 毎時加速は 3.4 秒から 3.0 秒に短縮された。21.4 トンの軽量ボディがもたらすドライビングフィーリングはまさに空を飛んでいるかのようだ。また、エクステリアは陳腐な言葉で形容することができない。その美しさは写真を眺めれば全てがわかるだろう。日本での価格は2830万円。それを支払えないのならば、見ない方が身のためだ。叶わぬ恋にとらわれて苦しむことになるのだから。アストンマーチンのゴダーセダンが結出しているのは 5.9 リッター V12 エンジンだけではない。470馬力を絞り出す強心臓は0から 100km 毎時加速 5.2 秒を実現する。どんなスピード強にとっても十分強力だ。これに6速 AT タッチトロニックが組み合わされる。エクステリア同様、
印象的なゾースのインテリアはヒーターとクーラーが内蔵されたメモリーシート、ウォールナット製のトリム、レザー、高性能オーディオシステムとゴージャスだ。およそ2100万円で自らのものにできる。ツインターボ 6.75 リター V8 を搭載し、後輪駆動で走る車などこのベントレーだけだ。重量 2.6 トンという巨体であるが、ドライビングフィーリングは軽やかで、0から 100km 毎時加速は 5.3 秒である。ヘビー級の高級車としては申し分ないだろう。成功者の証として地位を確立してきたベントレーをその手にするには、3500万円が必要だ。6.2 リッター V8 をスーパーチャージャーで火球する驚異のクーペ。647馬力 6500rpm を絞り出すこのエンジンは最高時速 330km 毎時を誇る。2種類のモードから選択できるマグネティックセレクティブライドコントロールを使用して適切なダンピングを確保することもできる。スポーツカーでありながらクラシックカーの上品さも兼ね合わせるこのマシンの価格は1490万円だ。135kg の 4.6 リッター V8 エンジンと2つのモーターが搭載されるハイブリッドマシンだ。887馬力エンジンが608馬力。モーターが279馬力を弾き出し、0km から 100km 毎時加速はわずか 2.6 秒である。このパワーを受け止めるために駆動方式は 4WD となっている。価格は9600万円であるが、限定モデルであるため、手に入れるために実際にどれだけ必要になるかはわからない。2007年にデリバリーが開始された優雅なクーペだが、2010年にはより魅力的なオープンモデルのグランカブリオが加わった。434馬力を生み出す 4.7 リッター V8 エンジンは0から 100km 毎時加速 4.9 秒、最高時速 295km と 1.8 トンの車重には十分なパフォーマンスを発揮する。だが、その本当の魅力は流麗なエクステリアにあるかもしれない。価格は1750万円だ。